や。じゃあ東名川崎から ETC ピッセ名古屋方面。おいや。じゃあまずは260キロ走りましょう。トラブル発生しました。電熱グローブつかなくなっちゃったやっべ、まだ神奈川なんですけど、海老名サービスエリア寄ります。マジなぜにおいおい、ですね、電熱グローブに車体からつなぐための線があるんですけども、それの衣服側に通す配線がちょっと切れかけてるっぽいで、電気が通る配線の曲がり方っていうのを発見したので、その位置でビニールテープで固定してます。だから今使えてる、これ直せるけど、どっかで新しいの変えるタイミングがあったら買おうあと235キロ持ってくれおい、浜松稲沢ジャンクションを左に行きます。宝来橋名古屋方面、ただいまの時刻が10時43分。うわ、誰もいねえこれは新東名から東名に移る道路ですね。おい、東名名古屋方面に行きます。左に行くと東京方面。愛知県入りました。愛知県。おい、じゃあ豊川豊橋インターを降ります。じゃあ ETC ピッ4740円、高え。いや、下道久々結局ノンストップで来てしまったガソリンが入れたいな。ガソリン287キロとりあえず走りました。ほいっと、あー、めっちゃ久しぶり止まったの8、9、10、11、3時間ぶりに止まったねお、スタンドあった。ん、なんか価格表示がえらい高いような気がするぞ。レギュラー140円もすんのまあショーはね、入れてくかほいえー、バイクが重くなったわ、すげえ。目的地付近？ああ、そこだ。これホテル。斜め向かいに駐輪場があるからそこ止めてくれだってさ。どこにしようかな。あんまり治安の良さそうじゃないあれだな。駐輪場だな。ほいっと、お疲れ様でした。ただいまの時刻が23時15分到着。ほい、おはようございます。愛知県豊川です。いきなり愛知県ですけども、ほい、じゃあこれが国道1号線だ。今回はですね、2日間かけて愛知を走りまくろうと思います。豊川
朝からいきなりツーリング先にいるっていうのはやっぱりいいな。今日が1月の20日土曜日ですね。昨日金曜日仕事が終わって、でシャワーバッと浴びて、ですぐ出て、で東名、新東名かずっと走って、で途中から東名入ってここ来ました。で11時半くらいだったっけな、着いたの。今回は今日丸々1日下道を使ってずっと愛知県内を走ると、で一泊して、で明日半日くらい走って帰路に着くっていう感じですね。でルートとしては今渥美半島に向かってます。渥美半島ってあの愛知県の下半島が2つ縦と横に伸びてる。おバイク来ました。イエーイエー豊橋市。そう、豊橋がとりあえずの目的地なんですけど、なんでかっていうと昨日電熱グローブの配線が調子悪いってことが判明したので、まあ今は使えてるんですけどね、もうダメになる寸前なので、それを豊橋にナップスがあったのでそこに行くんですけど、まだ時間が10時開店なんですけど、まだ全然時間があるので渥美半島に行って、で展望台があるっぽいのでそこをちょろっと寄って、でまたこの豊橋に戻ってこようと思います。海だあ海だ、やったおお、急に海になったな。これが三河湾ですね、うん、でこの豊橋に戻ってきたら次は山行きます。オレンジなんとかっていうところ行きます。道の名前がいまいち分かんなかったんですけど、ちょっとした山道があるようなのでそこ行って、その次は三河湾スカイラインっていうところ行きます。標高がそんなに高くないんで、おそらくこの時期行っても大丈夫かなと。でずっと晴れてたしね最近、だから雨で路面が凍結してるってこともないと思うし、でそれが終わったらまたその次もスカイラインですね。三ヶ根だったかな、三ヶ根スカイラインだったかな。でそこもそんなに標高が高くないみたいなので、せっかくだから行ってみます。でスカイラインが終わったら今度ずっと海沿いを走って、ずーっと海沿いを走って知多半島だっけ、そこ行きます。でずーっと先端に行くと岬があるのでそこに行こうと。で先端まで行ったらそのずーっと行った知多半島の真ん中あたりかなに宿を取ったので、そこで今日一日が終わりですね。でもし時間があったら空港が近くに、おおなんだここはかっこいいな、セントレア空港があるのでそこをちょろっと行こうかなと思ってるけど、まあそこは時間次第ですね。多分ね時間結構余ると思うんだ。愛知県ってなかなかコンパクトですね。でもう明日の予定も行ってしまうと明日の予定あんまりないです。あ、しまった、御朱印帳持ってこなかった熱田神宮行こうと思ったんですけど御朱印帳忘れてきちゃった。じゃあちょっと行くかどうか考える明日はねほとんど予定が決まってないんですよね。今回愛知を走ろうかなと思いついたのが一昨日ぐらいで、そっから宿とかを取り始めたのでね予定がないんだよね。もう海から遠い内陸の方、山の中入っていくとこの時期もう凍結してる可能性が高くなってきたり、危ないと思うんで、本当は本宮山スカイラインに行くための道私の面白い道暫定3位の場所、県道に行きたかったんですけど、そこがね多分行けなくはないと思うんだけど安心して走れないと思うんで、今回はお預け。お、あれ展望台じゃねえの、山の上にちょこんとある。お、すごいいっぱい風車がある
西ロハと西15個かな。うわ気持ちいい。お、田原市へ来ました。田原斜め左方向です。お、バイクいた。バイクいいですな。みんな走るね。そう、なんで今回土日を使って前入りしてまで来たかっていうと、天気が良かったからですただそれだけの理由。あ、ここ数日天気が良かったし、土日も気温もある程度あるし、降水確率が 10%20% ぐらいだな、2日間あるか、どうしようかなって、それを酒飲んでた時に考えてたので、どこ走ろうかなっていうのを考える前に、じゃあ愛知だなっつって愛知の入り口らへん豊川に宿取ったっていう、そっからどこ行こうかなって考え始めたので、今回かなり突発なんですよね右方向です。やっぱりさっきの上にあったところ行くかもな。ほいえ、おー、いきなりそこそこの坂だ。お、山道？うい、準備運動。やっほい。あ？今のとこでした。どっかで展開しよう。そっちの風車がいっぱいあるところちょっと行きたいな、後で。ほい。ここね。右方向です。こいつは、あ、蔵王山、ここが蔵王山っていうらしいですよ。傾斜 10%。 おお、ヘアピンだった。うえ、あー始まってる。やっほい。いやー、いいね、朝一でこんなところ走れるなんて。やっぱりさ、こう朝からいきなりさ目的地に向けてこう高速を走るっていうのがやっぱりあんまりね、それもいいんだけど、冬はね山分が足りないからね、いきなりこう山に来れると嬉しい。お、もう、おいえ、おはようございます。わあ、いいよ。ほいえ、なんだここ、なかなかいい道じゃん。ほいえ、うわ楽しい。ほいえ、まだ朝だからね、起きたてって言ってもある程度時間経ったけど、まだ一発目だからね。ほい、あれ、この道皆さんめっちゃ楽しい。いい感じ。ほい、おはようございます。ほいっと、よっと。うわ、これいいね、ここ。ほい、ここ朝の準備体操にはちょうどいい。お、ピー上、おお、来ました。もっといける？おお、風車です。お、バイク隣通めよっと。こんにちは。
よっしゃ、おお、結構いい感じじゃない？結構いいぞここ。向こうにあるのが太平洋かな。で右手がずっと先端、渥美半島の先端の方行く感じかな。中はあんまり入る気にならないな。そこに風車があるってことは今右手側から来たのか。ナップスが10時からでよかったね。そうじゃなかったらここは来てなかったかもしれない。よし、行こっかな。よっしゃ、行きましょう。ほいえ、多分見えてたこのずっと左側にこれから行くんだろうな。ほい、おはようございます。いやー、ここ良かったな。道もそこそこ綺麗だし、ここは電熱グローブの配線がダメになりかけて、でナップスが豊橋になかったらここには来てなかったね。そうですか、こういう偶然から始まる旅だね今回は。配線あるのかな。多分在庫あると思うんだけどね、1個ぐらい。こういう下りの時にタンクの脇につけるゴムのパッドが欲しくなるね。でもグラディウス用って探したけどないんだよな。あ、650用で検索すると海外製のやつとかが出るかもな。 SFV650 か。ブレイク、イエー。この道ほんといいわ。展望台が目的だったけどこの道はいいですね。狭いけど路面がそんなに荒れてないからね、走りやすい。あ、バイク。このまま行くと知多半島の先端に14時15分に着いちゃうから、風車あらへん行ってみようかな。あそこ、ほいえ、どうやって行くか分かんねえけど。